シースター2000とコットンキャンディーの24時間後の検証結果です。動画の最後に24時間後の計測結果を載せています。まずは準備としてゼンマイを巻いておきます。基準になるアテッサの秒針の動きを見ながらリューズを押し込みます。秒針が動き始めます。次はシースター2000です。まずはゼンマイを巻いておきます。基準になるアテッサの秒針の動きを見ながらリューズを押し込みます。測り始める直線に2分間遅れているのに気づき調整してあります。その影響で測り始めが1分遅れています。アテッサを基準に4日の8時1分にスタートです。止めて拡大してみます。測り始めでシースター2000が 0.5 秒ぐらいちょっと遅れています。コットンキャンディーは本当に少し早いのがわかります。このズレを加味して計測していきます。スペックを載せておこうと思ったらどちらも公表されてないので誤差がわかりませんでした。8時1分で24時間です。止めて拡大してみます。シースター2000が1日で 3.5 秒ぐらい遅れています。それに対してコットンキャンディーはほとんど変わりません。24時間後の検証結果の感想です。シースター2000はもともと遅れていたのでびっくりはしませんが、コットンキャンディーの精度には驚きました。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。